皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブ2021の動画を撮っていきます。はい、今回も来週の月曜日に登場するクラブセレクションを選ばれた選手能力見ていきたいと思います。はい、今回は、両ダービーが出るんですけど、ミラノダービーとグラスゴーダービーということで、大きなね、ダービーの2つのクラブセレクションが来ますと。はい、今回の動画はセルティックの方紹介していきます。まだレンジャーズは紹介できてませんが、ミラノダービーの2クラブはすでに紹介したので、そちらの動画もぜひご覧いただければと思います。では早速、セルティックの方を今回紹介していきます。はい、まずはオドソン・ヌ・エドワールですね。こちらの選手は結構有名ですね。ただ今作ボックスストライカーになってますね。今回総合値4上がり95ですね。かなり強化幅、こういうまあ能力の選手たちはやはり強化幅は取られますね。今回トップ強化決定力ということで7上がって98です。いや驚きましたね、98の選手が出てくるとは。はい、あとの項目も3、4上がりとかなりね大きく強化されています。逆足の頻度が3ですね。後半が6となっています。こちらの選手得点力、特に決定力が98ということでなかなか高いかなと思います。オフェンスセンスとキック力もしっかり95へ、フィジカルが93、特にフィジカル面のね強みがあるのかなと思いますね。でしかも足元ありますし、グランダーパスも83ですし、でスピードないのかなと思ったら80後半ということでなかなか速いのかなと思います。ジャンプ88、あとはスタミナがちょっと低めですかね、82となっています。プレイスタイルは先ほども言いましたがボックスストライカーですね。身長は187です。ポジションはフォワードすべてと、あと OMF はこちらもできますね。スキルはコントロールループ、ミドルシュート、無回転シュート、ドロップシュート、ワンタッチシュートと、シュート系はかなりね揃っているのかなという感じです。まあパス系とかボックスストライカーに合うのかなと思いますし、まあダブルタッチとかでもいいですし、あとスパサブね、その辺が考えられると思います。ちょっとルカクにね個人的には似てるかなと思いましたね。はい、続いてジュリアン行きましょう。こちらはなんといっても身長196のセンターバックということでちょっと注目ですね。今回5上がり92となっています。今回ジャンプがトップ強化ということでカンスト99となります。あとは全てではなかった3、4上がり、後半が6ですね。はい、まあ、セルティックはやはり後半の高い選手が多めですね。でこちらの選手は身長もまあ高いんですが、スピードもあってというところで、なかなかいいんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと足元低いところ、ドリブル67とかあるんですが、なかなかいいのかなと思います。はい、まあ、ただちょっとディフェンスの能力90超えていない項目あったりとか、スタミナが85、まあ、ちょっと気にはなりますが、どうでしょう。初期の段階ではまあ悪くはないのかなとは思います。はい、こちらはセンターバックだけですね。適正はセンターバックだけ。身長は高いですが、プレイスタイルはビルドアップですね。スキルの方はマンマーク、インターセプト、この辺は揃っているということで、まあ、悪くはないのかなと思います。はい、続いてフォレスト行きましょう。こちらもまあクラブセレクションセルティックではよく出てきますね。今回6上がり90となります。今回トップ強化はグランダーパスということで8上がって84です。あとの項目は3から5上がってます。逆足の頻度が3で後半が6ですね。まあこちらの選手サイドの選手なんですけど、まあ、スピード瞬発は圧倒的、他もうね、90超えの項目ないですからね。はい、まあ、あとは足元だったりとかグランダーパス、フライパスとか決定力、この辺がまあ80中盤ぐらいということで、まあ、ちょっと平均的にちょっとスピードにね特化しすぎてる感はありますかね。プレイスタイルはウィングストライカーですね。適性広いですね。まあ水滴ローもあるんですが、全てつけると中盤より前全て可能になります。スキルも結構優秀で、ダブルタッチ、ミドルシュート、ワンタッチシュート、スルーパス、チェーシングなど持っています。まあ一つ枠ありますので、まあエラシコつけると特殊ダブルタッチできますし、まあワンタッチパスとか、まああとはドリブルなんかをねつけてもいいと思います。まあいろいろ考えられる選手ではありそうです。はい、続いてマクグレガー行きましょう。こちらは今週ライブアップデート B ですね。はい、一応すぐ使うことはできそうです。後半じゃなくて、なんで後半言ったんだろう。総合値は5上がり91となっています。今回フライパスがトップ強化ですね。7上がって89です。あとの項目は3、4上がり、このところもありました。逆足両方とも3ですね。後半が6となっております。こちらの選手は CMF 登録なんですけど、まあ、足元若干低い項目、ドリブル、ボールキープは80ギリギリということで、ちょっと低いかなという感じです。パス値はまあまあ高くて、決定力は82、まあ、スピード瞬発も80超え、まあ、スタミナがこちらは特化しすぎていて98ということで走り負けませんということで、まあ、あとの項目はちょっと平均的な能力なのかなという印象です。プレイスタイルはプレイメーカーですね。
身長は178となっています。ポジションは中盤すべて、左サイドバックもできますし、一応フォワードなんかもできると。適性は結構広いのかなと思います。言い忘れてましたが、利き足は左足です。スキルなんですけど、コンカ、ドロップシュート、ワンタッチパス、スルーパス、ワンパス、スルーパー持ってるんですね。全部で6個ということになっています。何考えたらいいんでしょう。シュート系でもいいですし、ダブルタッチつけてもいいですし、チェイシングとか、インターセプトとか、いろいろ考えられそうです。はい、続いてクリスティいきましょう。こちらの選手は総合値6上がって92です。今回オフェンスセンスがトップ評価7上がって88、あとの項目は3から5上がり、逆足の頻度が3、コンアンが6ですね。こちらもスピードに結構特化してますが、こちらはスタミナ90を超えていたりとか、ドリブルもね90を超えていたり、あとはパス値も85を超えていたりとか、なかなかいいですね。あと足元なんかも85を超えている項目がいくつかあります。決定力は83、はい、あとセットプレーが85を超えてますかね。プレースタイルはこちらは2列目からの飛び出しということで、結構2列目からの飛び出し出てますが、こちらは左利きということで、今出てる選手は多分右利きなはずなので、その辺は使い分けできるかもしれません。適性で言うと、本適性3つついてます。あとは水適性も3つということで、全部で6個ですね。スキルなんですけど、コンカ、ミドルシュート、スルーパスなど、いろいろ優秀なものは揃っています。全部で8個ということで、追加枠を残しています。やはりワンタッチパスかな。あとはシュート系とか、その辺を考えると良さそうです。はい、続いてエルユヌシいきましょう。こちらの選手、今週ライブアップデート D みたいなので、すぐは使えなさそうです。今回は総合値6上がり91となっています。トップ強化はドリブルということで、7上がって96です。あとの項目は4、5上がりですね。逆足両方とも3で、コンアンが6となっています。サイドの選手なんですが、ちょっと厳しいかもしれないですね。足元はそこそこ高くて、パス値も高いんですが、スピード瞬発は85と、というところで、スタミナ83とか、ちょっと結構ね低めの数値も多めになっているので、ちょっと厳しいかもしれません。プレースタイルはインサイドレシーバーですね。適性もいろいろね抜けているところもありますが、中盤フォワードそれぞれできます。身長は178ですね。スキルなんですけど、足元系はいくつかあって、コントロールループ、ドロップシュート、ピンポイントクロスというふうに、全部で10個ついてます。ワンタッチ系とかスルーパスとか、あとダブルタッチとか、その辺がつけられないのが少し残念かな。はい、続いてブラウンいきましょう。茶色ですね。はい、名前だけそこを見ればね。はい、総合値5上がり88ですね。今回スタミナがトップ強化7上がって95、あとの項目は3、4上がり、逆足両方ともに、コンアンが7ですね。こちらアンカーの選手ということで、今出てるアンカーだとリバプールのファビーニョ、あとは多分アーセナルのジャカぐらいしか出てないんじゃないかと思うんですが、はい、3人目のアンカーなんですが、総合値結構低めですね。はい、能力で言うと、グランダーパスが90、あとスタミナ95、ボールダッシュとアグレッシブネスは95、ディフェンスセンスが79という風な感じで、ちょっと低めで、あとスピード瞬発もそこまで高くない、フィジカルは86と高いんですがというところ、足元も若干低めですかね。中盤だと80超えてる選手結構多いんですが、この選手はちょっと低めになっています。コンアン7のアンカーということで、その辺は安定しそうですね。身長は175となっています。ポジションでいうと中盤3つですね。スキルはワンタッチパス、マンマーク、インターセプト、闘争心などを持っています。スキル自体はね少ないんですけど、結構揃っているのかなという感じです。スルーパスだったりとか、アクロバティッククリアだったりとか、シュート系何も持ってませんし、その辺を考えたいですかね。はい、最後テイラーいきましょう。こちらの選手はサイドバックの選手ですね。6上がりの90という風な総合値となっています。今回スピードが6上がって、トップ強化92となっていて、あとの項目が3、4上がりか、コンアンが6ですね。こちらの選手はサイドバックなので、スピード瞬発スタミナ、この辺が高くて、特にディフェンスの能力も結構高いんですよね。ノーマルから80超えてる、結構魅力的ではありそうです。はい、足元とかは、そこそこ高いという風な感じでしょうか。身長が173なので、ちょっとそういう意味の高さ面とかフィジカル面はちょっと難ありかもしれません。ポジションは中盤もできるので、その辺の起用も考えてもいいと思います。スキルで言うと、足裏コントロールとインターセプトしか持っていないので、マンマークとか闘争心とか、サイドバックを上げるのであればピンポイントクロスとか、パス系とか、その辺を考えると良さそうかなと思います。はい、ということで今回セルティックの方紹介していきました。いかがだったでしょうか。そうですね、オドソン・エドゥアールはやはりルカク並みにちょっと強くなるんじゃないかなと思いますし、あとジュリアン、身長197のセンターバックはちょっとね、取ってみたいような気もしますね。はい、ということで、やはりミランとかインテルの方を優先して引く
そしてまあコインの方がね余裕あるという方は引いてみてもいいのかなと思います。はい、ということで次回レンジャーズも紹介していきます。そちらの動画もぜひご覧いただければと思います。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。